本日は徳さんが帝京高校時代に野球が辛すぎて挫折しかけた話、そこには心を揺さぶる涙涙の物語がありました。こぼれ落ちるその涙がいつでも君の背中を押してる。無駄なことは何もない。よ悔しさ数えるたび強くなれる。昨日より強くなれる。というわけで徳さん涙の帝京高校物語どうぞ。クッキーは全部俺が食べる。何ですか4月ということで、はい、高校とか大学に入って、うん、結構不安な人いっぱいいると思うんですよ。そ入学式 だよ。入学式ですよ。だって4月入ってやっぱ高校と大学じゃないかな、すごく不安だったのは。その帝京入った時って、まあ、いわゆるもともと軟式野球やってきた中学時代、軟式野球そっからいきなり帝京高校っていうね、帝京高校っていうね。野球部って中学校3年生入部テスト受けて合格した人じゃないと野球部に入れなかったわけ。でセレクションに合格した人たちはスポーツクラスという特殊なクラスに配属されるわけ。それ以外の人たちは一般クラスというクラスがあった。一般クラスは入学試験とか、はい、あとは栄養入試とか、なんか推薦入試とか、はいはい、それで、ね、入った人たち、うん、スポーツクラスというのはスポーツに特化した人しか入れない。で俺はセレクションを受けて合格したんだけど、はい、そのクラスではなかったの実は。え、なんでですか。一般ってことだった。セレクションを受けてスポーツクラスでも行けたんだけども、当時中学校の、まあ、今でも恩師なんだけども、はい、監督がお前はそれでいいのかと、うん、いうことを言われて、いいですって言ったらバカモーンって言ってるね。うん、で、はい、させんみたいな、バカモーンってなって、俺はそんななってほしくねってすごい強く言われて。恩師の先生は徳さんに野球だけでなく勉強も頑張ってほしいという思いだったそうです。さて、一般クラスで野球部に入部した徳さん、当時非常に苦労したその理由とは。スポーツクラスは5時間目で終わるのよ、あ、授業が、はいはいはい、一般クラスは6時間目、7時間目があるわけ。ほいで俺の一つ上の先輩で一人はいたんだけど、3年生とかで一般クラスいないのよ誰も。なんとなくわかるでしょ。俺が授業終わってグラウンド行った時にもう思いっきり練習始まってるわけ。1時間2時間ぐらい差あるわけね。でその文化を知らない3年生たちは、はあ、みたいな、なんで今頃来てんだよみたいな、へえ、お前らいいな一般はって、練習時間短くてみたいな、先輩怖ーみたいな。何人ぐらいいたんですかそういう立場を。トータル4人ぐらいかな。俺とあと今ね、草野球で一緒に頑張ってるゼロクラブの笹沢と、笹沢さんだったんですか。そうなのよ、あいつすごいんだよ。それで3番キャッチャーでレギュラーだから、ほんでジャパンで高校代表だからすごいんだあいつ。早稲田ね、だそういう、異次元の感じだから、スポーツクラスと仲良くなるのにちょっと時間かかったな。すごい4月5月6月ぐらいまでかな、うん、すごくね、なんだろうな、蚊帳の外感っていうかな。あ、いや俺はね、別にそれで寂しくはなかったんだよ、はい、野球が好きで甲子園に行きたいから入ったからさ別にいいんだけども、そういったね入学だったね高校の時は。ただ俺もう入学してもう初日で間違えたと思ったよ。初日で、あ初日な、入るとこ間違えたと思って、もうあまりにも体力技術そう違いすぎて、当時161とか2とかだったんだよ高校入学時。体重もね、多分60も多分あるかないかぐらい。小柄ですね。そうですね。けど周りはその次が多分172とか3なのよ。急にでかくなる。ほんで一番でかいのはもう80超えてるし、すでに。そう。だからもう、あ、間違えたって思った、マジで。うわ、甲子園行きたいと思ったけどマジで間違えたって思って。はいはい。でもそこでやめなかったから今があるわけ。やめなかった。なんで思いとどまったんでしょうか。なんだろうね、でもやっぱ甲子園とかさ、そう野球が好きだっていうのは根底にはあったんだろうね。でもやめようと思ったことはないですか。いや毎日、むしろ、むしろ毎日、高校3年生になるまで毎日だね。でもやめないっていうのは、そうだね。
野球が好き以外多分答えは出てないんだよね今のところ。あ、どんな生活サイクルなんですか。朝は4時起きで練習7時から8時過ぎぐらいまでやって、はい、授業受けてグランデンのが2時半3時とかなんでね、そっから8時とかまでやってた時もあったな。でそっからトレーニングが、そっからトレーニング、1日おきに違うんだけど、筋トレ水泳筋トレ水泳筋トレ水泳みたいな、うん、9時半10時ぐらいに学校出て、はい、家に11時半とかですよね、1時間あの12時前とか着くというか、そのまだ家には着かなかった。あの中学の監督さん、これはあの強制でも何でもなくて、はい、あの中学の監督さんの家に行って、そっから500球、600、700球ぐらいずっとスポンジボールを打ち込むっていう、その時間から、うん、本当に毎日で、そこで俺は左を鍛えたの。そうなんですか、うん、中学校まで、中学、高校1年ずっと右って言ってましたもんね、高校2年生とかずっと右だったから。あ、で2年の夏の時に左に変えたんだけど、その入学当初からずっとその監督さんが付きっきりでやってくれたから、スッと入れたっていうのはあったの。で、だいたい1時とか、なんかそんな辺に家に帰って、で、母ちゃんが作ってくれたさ、お疲れさんみたいなメモ書きがあって、あ、寝てないですかね、冷えてるからチンして食べてねみたいな感じでやって、食べて、寝て、朝起きてみたいな。うわ、凄まじい毎日を過ごしたわけですね。けど、授業のテスト期間中とか、テストのちょっと前とかは、前田監督はちゃんと勉強もしろっていうタイプだったから、少し早めに終わらして、勉強やれよって、それで点数悪かったらマジキレられるっていう。なるほど、そりゃそうだよね。みたいなね、あの入学してからの、まあ、1年間というかね、新入生だったね、1年生は。おそんな徳さん、帝京高校に入った目的、甲子園に行くという目標のもと、高校3年の夏に甲子園にたどり着くんですね。目標を持ってやるっていうのは大事だ。我々もこの間、うん、甲子園行きましたけど、うん、目標ひとまず達成しましたが、次なる目標はもちろん甲子園。甲子園、うん、もう一度甲子園。もう一度甲子園。もう2回目とかないんだよ。やっぱその年はその年でまた新たな目標を目指さないと、うん、そうですね。我々はね、今年は、うん、また甲子園の他にも、まあ、プロスターを行こうじゃないかと、プロ野球の球場に、うん、っていうような形でね、今年は今年頑張ってるし、個人は個人であるよ、うん、もちろんあるよ。誰ですか、そう言えない。え、以上、徳さんの帝京高校新入生物語でした。ちなみに動画の終わりにライパチの入学トークあります。入学式エピソード言っていいですか。もうあるんですか。いいよいいよ。僕いつの入学式。小学生です。あ、小学生。元々も言っちゃうと新潟で生まれて、そうだよね、その小学生に上がるときに大阪で、うん、で周りいきなり大阪弁なんですよ、うん、そうだね。めっちゃガンガン来るような、友達になろうやみたいな感じで来て、うんうん、いやいやみたいな、こっちはもう北陸の人間からしたんで、もうそうですよ。そんな中ですね、もう孤独でいっぱいになっちゃって、泣いちゃって、入学式初日ですよ。お前メンタルの弱さがその辺からもう、弱さというか、わからんでもないけどな。こぼれ落ちるその涙がいつ、皆さん辛いことがあっても涙の分だけ強くなります。新生活始まりますが、頑張ってください。マックスやと。どうする？ん？アッパレショップからご案内だぜ。おーい、アッパレグッズのオンラインショップ、新アイテム追加で春を迎えてるぜ。春用のドライパーカーが着心地最高で、みんなで着て家族になろうよ。In the sky!